一夜明かしました。めちゃくちゃ寒かったです。だいたいね1時間おきぐらいに起きては1時間しか経ってねって感じで夜過ごしましたね。とりあえずもう寒くて死にそうなんで、昨日行ったファミリーマートのイートインスペースでコーヒー飲んでちょっと温まろうと思います。はい、ということでファミマで1時間ぐらい休憩させてもらって、そっから出発いたします。ってことでね、今から静止堂っていう集落に行ってきます。まずね、馬尾の滝っていう滝があるんですよ。そこに行ってきます。なんで馬尾っていうかっていうと、流れる滝が白馬の尻尾のようだってことで馬尾の滝と呼ばれてます。江戸時代にね、地理学者の古川古生家だったっけなっていう人がこの辺を幕府の一挙と一緒に 回りに来たんですよ。回ってきた時の日記でも、まるで白馬の尻尾のような滝じゃのうって感じで、もしかしたらそれから馬尾の滝って呼ばれたのか、まあ、その前から馬尾の滝って呼ばれてそういうことなのか分かんないですけど、結構いろんな人が通ったところですね、静止堂ってところっていうところにまずは向かいます。ってことで本日は福島県須賀川市静止堂に行ってまいります。静止堂ってところがね、須賀川市の一番端っこなんで、この会津若松の方に左に曲がってきます。会津若松に通じる道の道中にございます。昔はね、白川街道って言って、白川と会津若松に通じる白川街道の宿場町です。栄えてたところですね。ただまあ今から道通りますけど、めちゃくちゃ難所というかグネグネする道です。お、もう着きますね。あ、立ち入り禁止になってる。嘘だろ。あ、馬尾の滝行けねえじゃん。新しい道ができてるせいで馬尾の滝に行けねえ問題。遅い道だな。またこれも難所だからっていうので、今も昔も変わらずこういう感じでまず工事して、あれですね、このグネグネの道をまっすぐにしようとしますね。とりあえず進んで静止堂集落まで行きましょうか。お、書いてありますね、静止堂へ行くには左だぞ。宿場町なのになんで道路沿いにないんだよって思った方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、白川街道の宿場町だったんですよ。また新しく国道ができたんで、現在はその道路沿いにはないって感じです。ただ今走ってるのは白川街道っていう昔の主要な白川と会津を結ぶ道ですね。とりあえず一旦集落抜けてみましょう。こんな感じですね、静止堂。道の両方挟むように家が建ってて、なんとなく趣が残ってる感じしますね、宿場町の、これで集落はこんな感じかな。あ、これでこう登っていって、あれかな、さっき通ってた国道ですね、ここに繋がるとって感じみたいです。じゃあもう一回戻りましょう。いや、多分もうちょっと時期がな、早かったらこっち側の斜面が紅葉でめちゃくちゃ綺麗だったと思うんですけど。ということで静止堂に着きました。とりあえずね、ここがね、昔白川街道としてすげえ栄えた場所だったんですよ。マックスで人口が200人超えぐらい知ったんですけど、その後人口今28人、多分実際住んでる人もっと少ないと思うんですよね。っていうところでございます。今まで行った中でも一番人口が少ない集落だったんですよ。これで行きましょうと思ったんですけど、めちゃくちゃ今腹減ったんでご飯食べましょう。食材こちら超芳醇、昨日半額だったんでスーパーで買っといたパンです。とこちらグリーンカール会津さんですね。こちらとじゃん、ハム、岩手県のあれみたいです。これ使ってサンドイッチ作っていきましょう。もちろんまな板はないんでこのビニール袋の上で、ただこれ半額ってことでだいぶもう賞味期限が今日なんですよ。だからだいぶちょっと硬いですので、ハムとこちらのレタスですね。ちょっと思ったよりね、この泥がまだついてました。水洗う場所ないんで拭いちゃいましょう。こうやってこうやって取れた、綺麗にしちゃえばほらもう大丈夫。まだ泥っぽいですけど、まあ大丈夫っしょ。こいつを挟みますと、いいじゃん、なんか洒落てない。バターとかマヨネーズないですけど、とりあえず完成しました、サンドウィッチです。こう見るとうまそうですね。うん、うまい。ただね、一晩ずっと外にあったんでめちゃくちゃ冷たいですよ、パンが。もうだるっと、もうこんな感じです。うまい。
食べちゃいましょう全部。3つ目です。食い終わりました。うまかった。ということで早速向かっていきましょう。とりあえずね、ここの集落の、まあ、起源といいますか、できた由来にもなります三つ風堂、三つ風堂っていうのかちょっと分かんないですけど、お寺ですね、向かおうと思います。ちなみにその道中には福島県、まあ、岩瀬郡長沼町立静止堂小学校の跡地が広がっております。で、廃校となったのが平成の17年に子供がいないからってことで廃村になってしまった小学校でございます。全くもう跡形がもないですね。本当はここの辺り、本当に草が生えてるあたりに校舎があったはずなんですけど、完全に抜けました。ちょっとあっちの建物が一体何なのか、もしかしたら民家かもしれないんであんまり行けないですけど、ちょっと後で様子見に行ってみましょう。で、ちなみにその平成の17年に廃校となったんですけど、もう児童がね、平成13年ぐらいかなからもうゼロになって休校状態だったんです。で、そこから多分もう子供が増える見込みがないってことで、もう平成17年には廃校となりました。とりあえず今上の方にですねあるんですけど、赤い屋根、そこのもう一個上の段ですね、ここが三つ風堂なんですけど、その入り口手前にはたくさんの石像が並んでます。僕これ初めて見ましたね、お寺の前にあるの。多分恵比寿像ですよね、これはきっと。珍しい。ここにも全部の多分この集落の石像がありますね。南無阿弥陀仏とか庚申塔とか、まあ、さっきも話した通りこの集落の起源ともすごい関係してるんですよね、お寺が。まあそれちょっと後ほどお話ししますけども、これがですね半アグラ仏像みたいな名前の仏像で、ほらわかります、アグラを半分アグラ描いてるんで半アグラ像。これがアグラを半分描いてる仏像でございます。で、この寄進者、この寄進者の方の名前覚えておいてください。柏木さん、もうここの集落といったら柏木っちって感じですから、これ後ほど何回も話してると思うんで。で、その右手側ですね、右手側の方には馬頭観音がございます。あれ、これ違うな、これ馬頭観音じゃねえな、これ何ですかね、馬頭観音じゃないっぽいですね。明治、これ後ほどお話しますけど、多分ね明治時代の頃に国に奪われた林を取り戻した時の石碑なんじゃないかなと思います。あそこにありますね、馬頭観音像。あの馬頭観音像っていうのがありまして、この銅像がですね、まあその指定文化財に入ってますけど、作られたのがいつだと思います？めちゃくちゃ古いですよ、鎌倉時代に作られた像でございます。静止堂馬頭観音像。で、馬頭観音ね、昨日もお話ししたと思うんですけど、馬のなんていうんですかね、事故とかないようにっていうので結構いろんなところの集落であるんですけど、ここの集落やっぱね宿場町だったところもあって、やっぱ一軒あたりね2頭ぐらい馬飼うから、めちゃくちゃ馬が大事だったんです。お、すっげー綺麗だ、わかりますでしょうか、すごい立派な仏像ですね。この馬頭観音像が鎌倉時代に作られたと言われてます。色が木の綺麗な銅像かあれかわかんないですけど、文化財に指定されております。もしかしたらあっちの方の可能性もあるけど、多分こんなにきちんとね、この綺麗な金ピカの方が多分馬頭観音像かなと思います。お、書いてありますね、やっぱりほら、輸送はもっぱら馬を、ね、使用してたんです。だからその安全を祈願して馬頭観音、多分尊像を会津の地より移して祀ったの。そうです、鎌倉武装でした、室町時代でしたね。室町時代に作られたものが会津にあって、それをこちらの方に移してみたいですね。昭和50年に補修され、完全姿を復元したらしいです。ということで本堂の方行きましょう。三つ風堂、はぁ、綺麗。こちらが三つ風堂本堂でございます。で、その左横に静止堂の大杉って言って、指定天然記念物かな、まあ、樹齢800年ぐらいじゃないですか、大体。もうちょっと少ないかな、600年から800年ぐらいな感じがします。わかりますでしょうか。お、でも結構でけえよ、これぐらいのでかさです。お寺だったり神社のすぐそばに杉をやるんで、まあ、どれぐらい前から人が住んでるんだろうなっていうのがわかるんですよね。静止堂の大杉でございます。大きさ分かりました。で、こちらが三つ風堂の本堂でございます。で、さっきこっちの方から来ましたね。で、この三つ風堂、ここがですねすごくこの集落ととても関わりが強くてですね、まあ時は遡ること戦国時代です。もともとこの集落って実はここになくてですね、猪苗代湖っていうね大きな湖があるんですけど、その南の三代ってところの下のあたりにあったんです。まあここから遠くはないです、すごい近いところなんですけど集落があったんです、もともとね。だったんですけど、会津の時の将軍アシナって人がいて、その人が南東の方を攻める時に攻め入りにくい場所だと思ってこともあるし、静止堂に行ったり来たりするのがすっげえ大変だってことで、赤目越中かな、僕あれ何ていうか分かんないんですけど、新しくね今ここのこの地を切り開いたわけです。
で、そして切り開いた時に周りの違う地域の人たちもまた移住してきたりして、この集落が形成された。で、その時にアシナッチが白川とか長沼と合図を結ぶっていうので、栄えるようにっていうので静止菩薩っていう仏像かなんか合図かどっかの地域から取り寄せてきたんです。だからここは静止堂って呼ばれるようになったんです。で、その静止菩薩を祀ったところがこの三風堂、三風堂って名前ではありますけど、ほぼ静止堂と言っても過言ではないようなお寺です。今の話、お話したのが1500年代の戦国時代の話なんで、戦国時代にこの集落かつこのお寺ができたと。なんですが、その山裏の方土砂崩れしちゃって一回飲み込まれちゃったんですよ。集落の人たちも数名死んじゃったみたいですけど、その時にこのやつも流されちまったんです。で、まあその後も再建されたんですけど、ただ唯一こいつ赤い扉だけは壊れなかったんです。なんで再建された三風堂にプラス昔の扉が付けられてるっていうのがこの静止堂集落の起源であります。まあ、ここはね、本当に宿駅というか宿場町ってこともあっていろんな逸話があるんで、まあ、これからちょっと少しずつお話ししていこうと思います。ってことで、この1500年代、1590年とかだと思うんで、その頃の扉ちょっと触ってみましょうか。そんだけ昔の人が作ったやつだから、だいたい何年前だ、変な話もう400、500年前か、木材作られたわけですからね。で、この金属もって考えると、いや昔から日本の技術ってすげえんだなと思いますね。だってこの山津波に流されながらもこの扉の模様は残ったなと思いますね。まあこれ鍵が閉められてね、中に入ってる菩薩っていうのは見れないんですけど、ここから覗けるかな、ちょっと見てみましょうか。全く見えねえっていうのがこの扉。あ、ちょっとやっぱ違いますもんね。お、やっぱザラザラ感が違いますね。もうそれくらいか、違いはそんな感じです。で、一周してみましょうか、このお寺。じゃあ、お、なんかこっちの方にありますね。ほら、平成4年にも修理があったみたいです。平成4年大修理、寄進者で、ブラ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 、待ってください。ほら、さっきも柏木さん、さっきもお話ししたんですけど、実はこの集落、その柏木さんっていう人がすごい関係が強くて、もともとそのできたのが1500年ぐらい、戦国時代なんですけど、白川藩の時の将軍の結城だったかな、結城なんとか家来がたまたまこっちの方に引っ越してきたんですよ。この柏木隼人さんは引っ越してくるんでね、不動産屋行ってどこ住もうかなって言ってたら、いやおめえちげえって、静止堂に住め、新しくできた村だからって言って、あ、じゃあ新築ならってことで柏木隼人がこの地に住み始めたと。で、その後、まあ、宿駅をうまく経営していく役職に就けられたのはその柏木隼人さん。その後に豊臣秀吉ともあったりしたり、だからここら辺の人は柏木さんが多分結構昔すごい権力というか力を持ってた、支配者ではないけどな、管理者のような人です、柏木さん。だからさっきの寄進者のところに柏木って名字が3つもあったんだと思います。ほんでちょっと今戻ってる道なんですけど、さっきお話ししてみたいにこの辺りがですね、昔小学校だったんですけど、その前は一体何だったのかって言いますと、金勝寺っていうお寺だったんですよ。それも前、確か江戸時代にできたお寺で、だったんですけど、明治時代に入ってね、廃仏毀釈って言って、まあ、仏教やめようぜみたいな、仏教ってなんかあれじゃねえみたいな、生きてないよな、もうやめさせようぜみたいな流れがあって、その流れのせいで廃寺になってしまったと。ただですね、実はここ、皆さん知ってるような幕末にですね、吉田松陰大先生がですね、泊まったっていうね、ちゃんと記録も残ってるような、すごいところではあるんですけどね。だったんですけども、お寺なくなっちゃって、その後ですね、その小学校が明治時代の初期にできるってなった時に、じゃあまあお寺のあった場所に小学校作ろうってね、今小学校があったと昔まで。だけど人口が減っちゃって、今ではこんな感じの草むらになっちまいましたっていうところです。もうそれすごいですよね。やっぱ静止堂峠、会津若松って昔はとんでもでっけねえでっけえ都市だったんで、もういろんな有名人が通ったんですよね。だからもちろん吉田松陰もその一人ですし、あと豊臣秀吉も会津若松に行った時の道中に寄ったと。で、さっき話した柏木隼人さん、隼人ってすげえあれですよね、現代的な名前に聞こえますけど、まあ、柏木隼人さんが豊臣秀吉が来ると。ただその話を聞いて、豊臣秀吉と来るとはどうってことで、百姓がみんな逃げちゃったんですよ、山の方に。ちょっとあっちの方もしれないですけど、あっちの山の方に逃げちゃって、で、まあ、もう柏木隼人さんが豊臣秀吉に、まあ、接待みたいなやつやったんです、息子と一緒に。で、その息子接待中に、まあ、なんか聞かれたんですよ、豊臣秀吉に。で、それでこうこうこうですって言ったら、その褒美にお金をもらったっていう。で、そこから多分結構贔屓されたのかな、多分。まあ、もともとね、ここら辺ので一番偉い人の家来でここに来た人だったんで、まあ、その日から、まあ、ずっと贔屓され続けて、家来を持つことを許されたり、柏木隼人さんが、まあ、この中心的人物だったというわけです。集落ができた流れでいくと、関所をここに置いて、それこそ会津領と白川藩とのこのなんか微妙なライン、ボーダーラインですね、アメリカとメキシコの国境みたいな感じみたいなとこあったかもしれないです。
ていうのがこっちここでございます。はい、ということでちょっと集落の中に入っていこうと思います。そのね、さっきおばあちゃんがいたんでちょっとおばあちゃんにいろいろ聞こうかなと思います。ね、人口もかなり少ないんでこんな感じで道が続いてます。そこにおばあちゃんがいますね。おはようございます。あのこの辺り静止堂をちょっと僕研究してて今楽しみにしに来たんですけど、殿様清水には行けないんですか？でも昔は殿様清水の水をここまで引いてきたって。引いてるよ今。お母さんもここに住んで長いんですか？どれぐらい住んでるんですか？この人。あ、そうなんですか。おお、いやすごい。え、柏木隼人さんって隼人知ってます？柏木隼人さん。だってオリがある。オリにそえそんな、じゃあ名字は柏木さんなんですか？みんな宿屋だったんだ。誰もいないんだ。そうですよね。今住んでるのは住んでるのは、はい、4年しかいない。あ、そんなに少ないですか？少ないよ。あんなこれ言っちゃったら売り屋になってるわ。先祖の先祖が、うん、昔あったらどっちは離れて。そうですよね。そっからこっからこっからあっちの住民どこまで、はあ、家だったんだ。すごいでかかったんです。あれ昔は宿屋だったの。そこの家も、へえ。ここは長屋。長屋、それから港屋、はい、柏屋。これ柏屋ですか？へえ、はい。角屋でも昔だとほら豊臣秀吉もここに来たって言ってたじゃん。そうですよね。どうだこの畑に止まったら。お母さんが長生きしたおかげで、うん、そういう話僕は聞けるわけですから。いやよかった。これが白木や。これし白木。ここは。はい。だからここで飲んでんだよ。ああ。そうそう。よいしょ、軽いってない。ねえ。うん、ああ。ご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録。お願いします。あとコメントの方もよろしくお願いします。では。